4つ目なんですけど、僕とケンちゃんが今一番取り組んでることなんですけど、陸上をエンターテインメント化することを僕ら今一番時間を費やしてて、で僕らもちょっとおこがましいですけど、1回陸上本気でやってる選手なんですけど、陸上ってやっぱ素人の人に伝えづらい、イコールパッと見た時に面白さが伝えづらいってことをまず認めようって話をして、でいかにしてこの 100m 走っていうのが伝わりやすいかっていうのを考える時に、1対1のトーナメント形式の 100m 走の大会を作ったんですよ。シグナルっていう大会を作って、ここでちょっとカメラマンもいっぱい入れて、映像的にも獲得して、優勝者がこう SNS とかでちゃんと人気になるようなブランディングとかをして、参加者が募りやすくなるとか、1対1だとこう素人で見てもスタートから出てる、そういう駆け引きが見やすいとか、そういう表情をちゃんと映すようなカメラを設置したりとか、なんかその100m 走をエンターテインメントすることをまず形にしたのが今年だったんですよ。ジュースさんから見て、陸上をエンターテインメント化するってどんなことが必要とか、まあ、陸上界には足りないところというか、どういうことを考えてらっしゃるか。僕も実は今年イベント構想してたんですよ。本当ですか。はい、ちょっとコロナ禍の影響で、来年に見送ったんですけど、9月に本当は大型イベントをどんな感じにやる予定だったんですか。まだ聞いてないですけど、手伝ってとりあえず本当に2万人規模のすごい収容をしたイベントを陸上の試合をやるってなったんですよ。陸フェスっていう、もう陸上のフェスです。最高っす。陸上一わかんないです。感じろだよ。フェス、まあエンタメみたいなところで一つ考えた時に、はい、なんかそういう野外のイベントとかで何で人が集まるかって考えた時に、夏とか、 なんかそのフェスとかそのお祭りみたいな、はい、そういうのと人が集まるじゃないですか。それ陸上でやっちゃおう。まだ分かんない。まだ分かんない。それ理屈じゃないことですよね。大会があるからとか、はい、選手を見たいからとか、じゃなくて、集まりたいっていう、はい、楽しいことあるから行こうみたいな、そういうマインドに、その人が集まるところにこう集めておくってところで、まあ、陸上の試合はもちろんやるんですけど、はい、まあ、まずその陸上選手だけじゃないアスリートがいっぱいいます。なるほど、なるほど。例えば50メートル走とかって、それで野球選手とかサッカー選手とか5秒台だとかって、いるわけじゃないですか。で、まあ、それも、まあ、白黒はっきりつけつつ、どの競技が 50m で一番速いんだ選手権をリアルガチでめちゃくちゃ面白いじゃないですか。大会でやるっていう、完全に介護官じゃ俺ら。確かに、はい、まあ、それを、まあ、陸上選手、まあ、サッカー、野球、なんかアメフト、ラグビーとか、そういう選手たちを全部巻き込んで、もうその一つのイベントとして、まあ、やる。で、アーティストとか芸人さんとかも呼んで、そうですね。まあ、そういう、じゃあ司会進行 MC を芸人がやり回します。で、間空き時間にアーティストが歌います。で、なんかアスリートが一応かっこいい姿、違うかっこいい姿を見てほしいので、アスリートのファッションショーをやります。っていうのをいろいろ構想をしてて、やっぱ陸上をいろんな感覚で楽しんでもらうことで、五感楽しむ陸上っていうところでイベントコンセプトで、五感なんだ。視覚だけを考えてたの、はい、そうね。規模がでかいっすね。まあ本当にもう、その市、一応僕です、埼玉市出身なので、埼玉市に、まあ、直談判して、まあ、市長にお願いして、で市長に OK もらって、まあ、市に動いてもらって、市の OK もらって、公園についてもらって、施設も押さえてもらって、まあもうやっていいよっていうところまで言ってたんですけど、まあこういう、コロナ影響でちょっと難しくなって、またテレビも入ってテレビも来てくれるっていうので、テレビの企画もそこで一緒にやってくれるっていうので、もうある程度そのお客さん入るっていう見込みがあってやる予定だったんですけど、まあ、それが一つのなんかこう起爆剤みたいな感じになって、新しいちょっとこういうスタイルみたいなのをなんか展開できればなと思って、なんかこう国別だからできんじゃんみたいな、面白いなんかちょっとイケイケのイベントを実装したらできないスペースはやっちゃおうかなって思ったんですけど、
でも本当にもうグレで決まったってことは決まっててもやるってなってて、あもう本当に9月にあのオリンピック終わってオリンピックうわーってなったところでそのままみんな出るって。なるほどなるほど。めちゃめちゃ面白そう。あめちゃめちゃ現役感のある人たちが出るから。うわ。っていう。藤井選手なんてできないです。できないですね、これは。あじゃあやっぱり本当もう陸上っていうところでイメージのバイアスとかを取っ払って、単純に人が集まるのは何かを考えていく。陸上をただ単純に見に来てって言っても来ないでしょ。そうですね。日本選手権は埋まらない。今野球とかマンガとかもハブで何か楽しめますっていうのが、うん、なんかコンテンツとしてあると思うし、何かその試合見る以外のもので、まあ、楽しめますっていうコンテンツが本当に陸上じゃないかな。だからそのコンテンツとニュースいっぱいつけてみる。いやでも全部のせっすね。全部のせ。全部のせっすね。でファッションショー僕一番面白いと思って、僕なんか例えば NBA と なんかそういうちょっとこうヒップホップのカルチャーとスポーツがこう融合してて、ちゃんとこうビジネスになってることとか、なんかすごくいいなと思って、なんか陸上もなんかそういうファッションとか、陸上選手といえばとか、特に藤井選手が結構テレビとかスーツで出たりとか、まあ、YouTube もそうですけど、なんかああいう姿というか、ファッションってすごく大事だなと思って、なんかちょっと考えてたら、それアパレルのブランドとかを立ち上げたりとかもしようかなって考えてたりとか、なんかめっちゃ学びありました。うん、確かに藤井さん YouTube でもファッションショーやってましたもんね。確かに僕でもあのまだこれ公になっていいか分かんないですけど、僕はアパレルのイベントも作ってます。マジっすか。マジっすか。自分のブランド。マジっすか。もうそうやってる人いるんだ、はい、もうサンプルもできてて。本当っすか。もうこれからも製品化に向けて B2C で販売するようで。それはスポーツウェア。はい、スポーツウェア。おお、買いましょう、買いましょう、買いましょう、はい、見てないけど買います。ざっくりいつ頃販売かもしれないかもう多分秋か、まあ、年内には多分あいつ発売するかもしれないです。すげえ。もうそういう会社を作って、アパレルの会社を作って。富裕制限ないっすよね、こういう人が。選手がみんなで取ったら、ね、陸上トップアスリートがみんなこういう活動しだしたらすげえ盛り上がりになると思います。